どうも、あきチャンネルのあきです。今回は前回の続き、まずは蓋から作っていこうと思います。まずコレクションケースの台座の部分をくり抜いていただきます。でくり抜いた部分はケースの下に引いて、これ台としてね、使えていただけたらと思います。そしてくり抜いた枠の部分ですね、こちらを蓋として使っていきます。こちらは100均のカードケースですね。これクリアなものがいいですね。やっぱり固形多少なりとも光がないと成長してくれないので、光を通すね、クリアなものがいいかと思います。これをグルーガンで貼り付けて蓋の完成となります。それで今回はですね、コレクションケース2つを使ってコケリウム立ち上げていこうと思います。上に重ねて使うような感じですね。それと今回はミストメーカー、霧を発生させる機械ですね、こちらを使っていきます。まずは霧を上に上げるための加工をしていこうと思います。蓋で、紹介した通り同じやり方ですね。こんな風に、切り取って枠だけにしてあります。これをね、中間の土台とします。でこの少し段差になっている部分ありますよね。ここカットしてしまうと、このケースの、はまらなくなるんですね。少し出っ張っているところがケースにはまってこう固定される感じなので、カットしないようにね、気をつけてください。でそこにこんな感じで上に重ねて使っていきます。それとすでに加工してあるんですが、この穴は上に霧を上げるための穴になります。次にレイアウトする上のケース部分ですね。この底の部分に穴をいくつか開けていきます。なぜ穴を開けるかというと、ミストが上に来た時、結露みたいな感じになって水が溜まってくるんですね。なのであまり水がびしゃびしゃしてしまうと、苔もね、枯れてしまうので、余分な水を下に落とすための穴になります。次にミストが出てくる穴の部分ですね。このままだと結構ミストって水はねがすごいんですね。水はねを防止するための専用の器具ってね、売ってるんですが、このケースに対して少しね、大きすぎるので、自分でね、簡単に作りました。これも100均の PP シートをね、こんな感じにしてグルーガンで貼り付けて、こんな感じでね、設置して水はねを防止していきます。後のね、映像で出てくるんですが、結構ね、水はねがすごいんです、本当。なのでね、びしゃびしゃにならないように、水はね防止の、装置です。装置っていうかね、簡単なもんですけど、こういったものをつけていきます。こんな感じになります。それとですね、水はね防止の前に、壁を作りました。この壁は、この後軽石とかね、レイアウトしていくんですが、軽石が、中に入り込んでね、ミストの、出てくる邪魔にならないように前に壁を作りました。そしてウールマットをね、まずね、こう薄く剥がしていきます。こんな感じですね。
んな感じにしていただいて軽石を、配置していきます。まあ、軽石はまあ大体でいいと思うんですよね。この上にまあウールマットを敷いてその上に土を貼り付けていくので、まあ大体こう高さがね、まあ一定な高さになればいいかなっていう感じだと思います。まあ、この軽石の役目としては、まあ、さっきも説明したんですが、ミストでね結露になってこのまま、軽石をしないで、直にね土を、レイアウトしてしまうと、ミストのね、水でびしゃびしゃになってしまうので、流れ出してしまうんでね、そういった対策で軽石を、途中に挟んであります。そしてその上にウールマットを敷くことでこのね、びしゃびしゃ対策ですかね。そして全体にウールマットを敷き詰めました。ここに今回ねモデリングソイルを貼り付けていきます。で土を貼り付ける際なんですが、ミストが出てくる部分ね、ここを気をつけて隙間をね必ず開けてください。こんな感じで全体に貼り付けました。そして次にですね、ピンセットにティッシュを巻きつけて成形をしていきます。こうケースに貼り、貼り付いたつかくっついたね、土をきれいにしながら下の方をね成形していきます。そしてこのウールマットがね少し見えてしまっているので、これだとね格好悪いので、ピンセットで土を下にね、押し込むような感じでウールマットを隠していきます。次に石をレイアウトしていきます。今回使う石は牧歌石を使います。少しね石が大きすぎたので収まりが悪いんですね。なのでレイアウトする部分だけ軽石を、溶かしました。これでね、収まりが良くなりました。このケースに対して少し大きいかなっていう石なんですが、後ろの方に少し小さめの石を配置することで、まあ、この小さな空間でも遠近感がね少しは出るんじゃないかなと思っています。あとですね、この石がぐらつかないように、周りをね土で固めて固定しました。ここから倍速になります。今回使う苔は山苔とあと火山苔ですね、それと流木に、枝状流木に貼り付けた、苔ね、これを木っぽく見せて配置して、あとはミスト部分に少し大きめな流木を配置してこうミスト部分をね隠すような感じね、こんな感じでレイアウトしました。これがねミストなんですが、結構ねこんな感じで出るんですよ、勢いよくで水跳ねもねすごいんですね。なのでこの上に上げる際ねこのミストの調整が少し難しいかなっていう感じですね。であとこのミスト部分ですね、このまま見えてしまうと、見た目があまり良くないので、この下のケースの部分ね、こちらに100均の
カラーダンボール、これを貼り付けていきます。こちらですね、今回黒を使っていきます。黒の方がね、なんか渋くて、かっこいいですよね。そしてこちらが完成した映像となります。この後は完成した映像を最後までご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。